画面の前の皆様こんにちは、ベルクラでございます。今回もやっていきましょう、デッドバイデイライト。この動画が上がっている頃って多分ですけども、私大阪に行ってて、全然その多分家に帰ってない状態なんで、こうため撮りして編集したやつを多分上げてると思うんですよ。なんかデッドバイデイライトばっかりの動画になってると思うんで申し訳ない。なんかね、他のゲームをやりたいんだけども、デッドバイデイライト編集してたら何にも手つかないみたいな。しかもイベントで流す動画って、実はそのこうやって YouTube に上げてない特別な動画を編集してみんなに見せてるんですよ、来場した方にね。その編集がめちゃくちゃ時間かかるっていう。いずれイベントが全部終わってから、YouTube にもね、ある動画を上げたいと思っています。そちら辺もね、楽しみにしててください。なんかもうまだとんでもないやつをね、編集しました。なので、楽しみにしてるぞっていう人はね、ぜひ、こうお待ちください。で、最近キラープレイがねあんまりできていないんですが、まあ、そろそろキラープレイもやりたいなと思っています。とりあえずはですね、4月9日説明しましたけども、4月9日によよ一応壊しとこう。4月9日にも、ハロウィン、映画ハロウィンとデッドバイデイライトのコラボイベントに出るんで、近えな、おい。おいおい、ちょ、待て。なんだなんだ。めっちゃくちゃ近えぞ。なんだこれ、なんだこれ。ホワッツ？ホワッツ？誰だったんだ？まあ、そちらもね、兼ねて、マイケルの練習をしたいなと。大阪の遠征に行った後、帰ってきてからの練習、1日だけ1日しか回らないんですよ。の練習になるんで、微妙になんか不安なところはあるんだけども、ちょっとね、PS4 版、マイケルで頑張ってやりたいね。これ、食らうんだ。珍しい。しかも、衣装が違う版のクラウン。ちょっと先倒しとくか。マジで珍しいんだけど。あんまりいないですからね、このクラウンは。珍しい。どっち側に。この上でもやってんのか。やっぱ三大将のクラウンもいいんだけどね。お、こうか。でも絶賛イベント中ではあるんですが、イベント続きと、本当に嬉しい悲鳴といえば嬉しい悲鳴なんですけども、私乗り物や、左見て右ってこれあるよね、道端でさ、私左行くんでと思ったら向こう右行ってみたいな、一緒にこうなんか動いちゃうっていうさ、あ、申し訳ないみたいな、あるあるある。譲り合いの精神で行こうと思ったらお互いグッツンコするみたいなね。私ではライト持ってきたの、これ前回の試合で拾ったやつそのまま持ってきちゃった。どうしよう、持ってくるつもりじゃなかったんだけど、しょうがない、あれ間に合わないな。まあなのでね、嬉しい悲鳴ではあるんですよね。ただ私乗り物酔いが激しいので、大阪とか愛知とかに行くのが大変っていう状態なんです。赤ちゃんの頃から酔ってますからね。赤ちゃんの時ばあちゃんが車に乗せた際に、赤ちゃんの私がね、おーギャゲロおーギャゲロみたいな感じでね、まあはい、プレイグ状態なわけですよ。でちょっと、どこ上か。まあなのでちょっと不安なところがね大きいですよね。お、ナイス。治療する、それどうする、ちょ、治療しに行ってこようか。ちょっくらこのグロビーなおじさんが治療してやろうか。うん、俺よ、どうだこの草むらの陰でおじさんの肩もみもみはどうだ、
怪しいおじさんにしか聞こえない。怪しいおじさんにしか聞こえないよ。よし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 。そういうことだ。映画ロボコップって皆さんご存知ですか？ちょ待って。やば。映画ロボコップ。ロボコップって、昔からあるんですよ。と見せかけていかんのはいい。グルビー。と見せかけていく。と見せかけてこっちだ。こうやってグルビーフェイントをつけていくというのがね、重要ですからね。この板グルポイントではね。ふぅ。剥がれたようだ。ロボコップってうちの高校1、2年、3年のね、全学期で、担任をしていた、私の高校の担任の先生がね、まあロボコップみたいなやつで超暴力教師だったということはお話ししたと思うんですけども、まあロボコップって違う、まあ、警察官だけども機械に改造されるみたいな話なんです。警察ロボみたいな。いや無理だろうなこれ。あ、ちょっと無理。これリメイクされてるんです実は。ほっ。そこにいた。ちゅうか何ちゅう声上げたん今アッシュ。アッシュの感情が今ほとばしったね、今口に。なんちゅう声上げてた今。ちょ。なるべく話しましょう。あ、戻ったか。ここやりてえな。で、リメイクされてあって、これが結構いい感じでリメイクされてるんですよ。妻を持ったね、すごく誠実な警察官たち主人公が、まる、あるなんか犯罪に巻き込まれて、車、自宅の車をね、ボーン爆破されて、それに巻き込まれて死んだかと思われるわけですよ。しかし、政府はですね、新しい技術をね、この警察官に使おうじゃないかということで、バイオテクノロジーを駆使して、まあ、ロボにするわけですよ。ほとんど破損していた体中の手やら足やら脳みそ以外のほとんどの部分をね、ロボにして作り上げ、政府の管理下に置くと。しかも脳が残ってるんで一応感情があるわけです。ただそれを抑制されて、もう奥さんのこととかもね、微妙にちょっと人間らしく接せられないみたいな、というその人間ときたリロードしてやがる。人間とその機械との間で揺れ動く主人公のお話なんですよね、ロボコップって。まあまあ有名なシリーズで結構どれも面白いんですけどもね、リメイクも楽しいと。ちなみにこの男、右手が義手です、しかしロボコップほとんど生身のものは残っておりません。ちょっとね、めっちゃなんか鉢合わせるな、これ。そしてね、新しい、これ、また PC で、デッドバイデイライトをエンコをちょいちょいやってるんで、もしかしたら、前みたいな、コマ飛び的なものが多少起きてるかもしれません。その辺申し訳ない。なんかちょっと2台の PC を今駆使して、急ピッチでね、イベント期間中なので、私のね、ソロイベント、50万人記念のね、大阪のイベント期間中なんで、ちょっとドタバタして、やっております。申し訳ありません、しかしおかげさまで皆さんのね、本当皆さんのおかげでね、結構デッドバイデイライトで私を認知してくれる方が増えてですね、いろんな方から声かけていただいてね、意外な人とちょっとご飯に行ったりとか、すごくね貴重な体験させていただいてね、最近ねめちゃめちゃ嬉しいです。こんなにもデッドバイデイライトが
世間に認知される日が来ると思ったでしょうか。ちょっと待って、ああそっかそっか、板ないよねそこ。はい、いけるか、回復いけるか。まあライト狙いたいが、まあ見つかってんよね。まずまずまず、あそっち側向いたか。みーん、おかっぱ、おかっぱのみーん、ダメだわ。腹に使え。いやもうあれどうにもならんすわ。うん、おかっぱのみーん好きだけどあれどうにもならんよ、おじさんには。ぐるぃーって言いながらライト当てたかったけどね、ちょっと無理ですね。あれは運が悪かったということですね。あ、そう、言い忘れましたけど、今回 PS4 版でやっております。あそこか、ちょっといじくり倒しましょうか。いやー、なのでね、あ、怪我してる。私ね、ロボット系のやっぱ映画とか漫画が好きなんで、そのサイボーグ化するとかさ、まあ、広角機動隊とかもそうだと思うんですけども、なんかロマンを感じるんですよね。で、この狩猟の生贄、狩猟の腹渡の、主人公アッシュは右手が義手なんだけど、これがチェーンソーくっつけたりするのがなんかめちゃめちゃかっこよく見えちゃうんだよね。子供の時の私がね。うん。でですね、プラネットテラーっていうゾンビ映画あるんですけども、ロバート・ロドリゲス監督のね、あれも、ストリッパーの女性が足切断して、まあ、ショットガンみたいにつけるんですよ。こんな話多分したと思うんだけど、また改めてやりたいね、今度ね。うん。プラネットテラー大好きなんだよな。ちょ、来てる、来てる。ちょっと、あ、向こう追いかけたのか。まあ、ノーワンの可能性は十分にありますよ。十分にノーワンありますよ。あ、全然ノーワンじゃないですね。すい、もう私みたいに目がほとんどない。細い。アッシュの目、細っ。私みたいやな。アッシュの目ほとんどねえじゃねえか。糸目という。うん、これがね、私ね、ほんとね、コンプレックスでね。切り二重の丸々お目々になりたいんですよ。え、あ、やばいか、持たれるか。まずい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 、ライト間に合わない、おじさんのライト間に合わないな、グルービーライト間に合わない。あっちか、マジか、なんか今飛んだな、なんかコマ飛び、参っちゃうね。新しい PC でデッドバイでやれてやるとコマ飛びすんだよな。いけるか、いけるか、行ってみせる。大抵打ってくれたい。一応ボロータイムなんでね。よし、肉壁なる。ああ、別の人がやられてるわ。これマイチングだね。どこだどこだ、こういった、あーそこか。いや見やすいねこれ、血族ナイスだ。そう、裏を回ったか。うーん、オッケー。今やはりダンディズムを追求するには可愛い女の子をこうやって渋く救う、これ重要よね。重要なんだよね。ちょっと、どこどこ、そっと、あれ私、私スルッと行きましたけど、私のこと見えてなかった、私のこと、はて。ちょいちょい小まとりすんだよな、参っちゃうねこれ。これね、ほんとね、私のパソコンが悪いんで、皆さんの端末のせいじゃないです。前もねこれ検証したんだけど、1台目でだからデッドバイデイライト PC ね、1台目の PC 撮るようにしてたんだけど、たまに撮ってみるとこうですよ。うん、
もう私がね、もう撮った段階でこういう感じになるから、もうプレイ中の私のゲーム画面と、まあ多分あ PC が相性合ってないんでしょうね。でゴー、そんなわけで無事脱出することができました。対してライト役に立たなかったな。うん、25,790点ということで、皆さんの良きゲームライフの方を祈っております。よかったら評価の方どうぞよろしくお願いいたします。それではまたね、バイバイ。チャンネル登録は PC の方は画面のアイコンから、携帯機器でご覧の方は下のチャンネル登録ボタンの方からどうぞよろしくお願いいたします。そしてベルマークを押すとライブや動画アップ時に通知がいくようになるので、見逃したくない方はオンにしてみてくださいね。